皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと。皆さんこんにちは、元から女子のキラキラマスミです。やばいですよタイトル。いやいいじゃないですか、本田翼さんじゃないですか。いやいや本田翼さんではありません。いやいやもう激似ですよ。憧れていますけども、今日の動画でいろんな人を敵に回しちゃうんじゃないかと。調子乗ってるぞお前みたいな感じで。いやいやいや、もうだってすでにコメントとかもめっちゃ来てますし。それ視聴者さんが優しいだけなんですよ。いやいや、しかもあれじゃないですか、この前めっちゃ追い回されてたじゃないですか。いや、なんか池袋でなんか本田翼さんになんか見間違えられて。あれはシチュエーションがそのマスクとメガネつけてるから見間違えた人いるのかなって思ったんですけど、見間違えるイコールあれですよ、ミーハーのファンですよ本田翼さんの。いやでも私も初めてお会いした時、え、本田翼さんだってなりましたし。いや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 、私めちゃめちゃ本田翼さんの大ファンなんですよ。ご本人様が使っているコスメとかもういろいろリサーチして同じもの買ったりとか、めちゃめちゃ大好きなんですけど、ここ最近ケロちゃんが言うように街中でガチで勘違いされて握手求められたりとか。確かにこれ大丈夫なのかなっていう。なんか青木かのんさんですかって声かけられるんじゃなくて、そうなんですよ、本田翼さんですかって声かけられちゃうっていう、はい、ちょっと複雑な感じになりつつありますよ。もちろん嬉しいんですけど、はい、ただそれで、まあ、ご本人様に例えば迷惑かけたりとか、 あいつあそこでこんなことしてたぞみたいな、私がしてたことをなんかご本人様に、あーそういう心配もかかるんじゃないのっていうか、この前電気屋さんで携帯ショップ行ったんですけど、したら店員さんにご本人様と間違えられて、店員さんにいや違うんですよっていうタイミング失っちゃったんですよ。なんかすごいもうテンション高く来られちゃったから嬉しいですみたいな、最後まで言えなくて、でそのこと私ツイッターつぶやいたら、いやそれはかのちゃんご本人ではありませんって言うべきだよ、本人様に迷惑かかるから。難しいなそこ。めっちゃ難しくて、池袋でこの前めっちゃ声かけられてたじゃないですか。いやいやいや、そんな声かけられてないですよ。いやいや、ちょっと白々しいじゃないですか、一緒にいたんですか、わかりますよ。いやでも信じてもらいましたよね、前お会いした時にたまに間違われるんですよって言ったら、いや本当ですかって言ってないですか。本当に間違われてましたよね。ガチですこれ、本当にちょっと駅っていうか歩いてるだけですれ違いざまとかに聞かれてましたよね。握手求められて、相手の方すごい喜んでるから言えないから私も握手しちゃう。確かにもう相手を喜ばせてる状態で終わった方が残酷じゃないですか。違いますよ、あの私元男の子のアフタなんでって言った瞬間に多分向こう絶望するんで、もうそれだったら気持ちよく終わろうってことで終わった方が。この前のシチュエーションだと、一人のその握手した人がわーってはしゃいでるから、他の周りにいた男の子二人組がなんだろうみたいな感じで近づいてきて、したら私の顔見てみたいなだったじゃないですか、はい、そっから池袋駅構内を逃走するっていう。そうそう、確かに、はい、もうなんか逃げてましたよねもはや。なんか私としては本田翼さんって言われて嬉しいのかな。いや嬉しいですよ、めちゃめちゃ嬉しいけど、本人と見間違われるのはちょっと違くないですか。ちょっと複雑な部分もあって、青木かのんさんですかじゃないから、なんかすごい嬉しいんだけど複雑みたいな、わからないっていう感じですね。青木かのんっていう人間もいるんだよみたいな、モノマネしてる人みたいな。モノマネしてる人、そんなつもりはないですもん。あでも好きだからすごい寄せたいなってあるんで、寄せたら寄せたで似てるって言われすぎると自分が失われちゃうじゃないけどみたいな。いや似てるんだったらいいんですよ、似てるだったらもう本当に嬉しいんですよ、もうコメントで似てるって言われるだけでめちゃめちゃ嬉しくて、ただ本人だと思われちゃうのが違う。わかります。そうなんですか、ね、私だったらもうめっちゃ嬉しくてもう自慢しまくりますけどね。この前あれじゃないですか、なんかご飯行った時に店員さんが本田翼さんってちょっと勘違いっていうか、まあ、されて、その後からなんかすごい対応が親切になったじゃないけど、それがやばいっすよ。やばいっすよね、あのトイレの前までなんかこう、その人に喜ばれてるじゃないですか、はい、だからまた次そのオーダーで来てくれた時に、はい、その人の期待を裏切らないように振る舞わなきゃいけないっていうめちゃめちゃプレッシャーがやばいんですよ。なるほど。極力なんかその店員さんと会いたくないみたいな感じで、あ私そんな感じだったんですね。めっちゃ逃げてたじゃないですか。逃げてました。期待裏切りたくないんですよ。おかしな話ですよ。意外ですね。なんか嬉しいし、ちゃんとここは私の気持ち言っとかなきゃいけないです、はい、お前本田翼さんっていうあの国民的大女優に見間違われてる、しかも元男の分際で喜ばんってお前調子乗るなって言われますよ。すごい光栄だし嬉しいんですけど、似てるだけだったらいいんですよ。見間違われると期待に応えなきゃいけないっていう謎の使命感が、本田翼さんになりきらなきゃいけないんですよ。マネージャーさんから聞いたのが、なんかお肉屋さん行った時に本田翼さんに間違えられて、なんかめっちゃいいお肉ごちそうになったと。いやめちゃめちゃうまかったんですよ。
めっちゃお得じゃないですか。それだったらもう私だったらバンバン出しますけどね、もうその感じ。でもこれって見方変えたら詐欺じゃないですか。いやでもちゃんとあれですよ、ネタバラシしましたよ。向こうの方が、本田翼さん、牛1頭から数百グラムしか取れない希少部位うまいんで食べてくださいって。いいな。その後に、いや違います、私はもともとこの子なんですよ、言われたら、これ多分信じてもらえないっす。いやじゃあマネージャーさんにちょっと今電話してみます。えめっちゃ、大丈夫ですかね、時間的に。でちょっと証拠っていうか、なんか私だけの意見だとなんか信じてもらえるか分かんないんで、多分視聴者さんは嘘でしょってなってるかもしれないです。なんかこれ動画上だと結構その本田翼さんに見えるかもしれないんですけど、ガチのそのリアルなカノンさんっていうのも本田翼さんに似合うよ本田に。あ、お疲れ様です。ちょっと話しにくいな。私前、その、丸子屋さんで焼肉食べてる時に、本田翼さんだと思われて、はい。超希少部位をご馳走になった件を、証人として、今話してほしいんですよ。はい。なんか、社長みたいな、大きなね、おじさんが、あれ、本田翼さんですよねって言って、うちの超希少な部位を持ってくれましたね。めちゃめちゃうまかったです。本田翼さんですよねとか言ってきたから、びっくりしちゃって。これって私に似てるんですよって言うべきなんですか、動画で。なんかすごい敵作りません？まあでも似てるって言われてね、嫌な気持ちはしないですから、まあたまに言われるんですよぐらいの方がいいかもしれないですね。言われてるのは本当なんで、丸子屋さんのおじさんも。でも私何度も言ってるじゃないですか、どこが似てるんですかと。はい。動画見比べても雰囲気違うし、はい、この発言だけで私もう嫌なやつですもん。僕からしてもたまに仕草とか仕草スタイルとかも似てるんで、僕も CM とか見てて、あ似てるなっていうのが。いやちょっとどうしよう、もう本当なんか自分で電話かけて私似てるっていう証拠こちらですみたいな。もうすっごい嫌だ。一緒にいたんで、はい、証人じゃないですか。僕らは喋りかけたわけじゃないので。わかりました。似てるってことです。わかりました、ありがとうございます。いやだってこれどっちに転んだって私めちゃめちゃ嫌なやつですよ。私全然似てないじゃないですかっていうことで、いや似てますよって言われること待ってるわけですよ。待ってるような構図に見えるわけですよ。あーなるほど。で逆に、いや私似てるんすよって言っただけで、いやお前調子なんねよって言われて、私逃げ場ないんですよ今。複雑ですね。私めっちゃ分析してきたんですよ。どの辺か、なんすかその髪。なんかノートにまとめてきたんですよ。どれだけどこが実際カノンさんが本田翼さんに似てる要素なのかっていう。いいですかちょっと発表して。なんすかこれ。まず1個目が身長とかシルエット、体型。身長私170ですよ。でご本人さんも多分166とか。いやもうほぼ一緒ですよそれは。一緒かな。しかもヒールとか別に履かないじゃないですか。その分。あでもご本人様はあんまり履かないようなファッションスタイルですよね。確かにそう、それなんですけど服装も似てると思うんですよ私は。ちょっとラフな感じじゃないですか。あんまり女子じゃないけど。女の子らしい感じじゃなくて、ちょっとどっちかというとボーイッシュ寄りですよね。はい。なんかそういうのも多分見た目っていうかそのシルエットが似てるっていう要素に入ると思うんですよ。あとは。でも角度とかもあるんですかね。ちょっとこう顎引き気味な方が。どうですか。ちょっとあそっちじゃないです。こっち、あそれです、それです。カメラの映り方どうですかね、ここから見たら、はい、どういう映り方がいい。あじゃあもう一回お願いします。はい。あそれいいですね。あ違います。あそこです。なんすか。でもちょっと顎引きいてもらっていいですか。あちょっと違いますね。あそういうのいいですね、そういうの。はい、じゃあもう一回ちょっと顔を動かしてもらって。あはいそれです、それそれ、そうそこがめっちゃ似てるんですよ。皆さんこんばんは、元とこの子のあっかなですって。これからこう喋りましょうか。ちょっと流し目ってことですか。そうですね、確かにちょっと横向いて目もストレートじゃなくて、あそういうふとしたタイミングでパッてなるのかもしれないですね。でも冷静に考えてみてくださいよ。ご本人様の写真と私の写真並べたら全然違いますよ。ツイッターとかエゴサしてると CM 見てたらカノンちゃんだと思ったら本田翼ちゃんだったみたいな。ちょっと見てみます。ちゃんとそういえば見たことなくて。似てないですよ、ほら見てください。なんだろう。ほらそうなるじゃないですか。似てないってなんないじゃないですか。パーソナルカラーとかもちょっと似てるかもですね。あでもご本人様と同じで診断で私イエベハルでした。あそうなんですね、はい、もうそういう要素とかも本当いろんなものが重なって奇跡的に合致してるっていうか。見てくださいよ。まあなんだかでやっぱ髪型がでかいかもしれないですね。そう髪型なんですよ。昔の写真とかこんな感じでしたっけ、はい、昔の写真ですか。その女になってからですよね。はい。これ数年前とかですよ。いや全然似てないですね。そう髪型やっぱり髪型結構でかいかもですね。やっぱ前髪ちょっと薄くして、はい、シースルーっぽい
はい、でちょっと短めにしてるっていうのが、え、これ数年前ですか、うん、本当に数年前です、これって言われるとやっぱ髪型と、髪型かな、やっぱり、あと服装もやっぱちょっとラフな感じっていうのと、あっさあ浮かもんだよ。え、でもあれですよね、ご本家様なんか認知してるかも説出てますよね、ちょっと、え、わかんないですけども、はい、でもご本人様がやられてるからカノンさん、もしなんか今後機会があればみたいな、一回お話がチャラーっと来たんですよ。いやもうこれコラボいけますよ。でもそれで本人が認知してるとは限らないですご本人様のレギュラーの番組のスタッフさん自体で、もしかしたら分かんないですけど 100% 私のこと認知してないとは限らないかもな。いやそんな落ち込まないでくださいよ、似てるんですから自信持ってくださいよ。落ち込んでない、あ、似てます、いや似てますよ本当に。それでは、本田翼さんに見間違えるカノンさん、最後に一言お願いします。本田翼さん、 LINE ID 交換してください。 LINE？ 今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。そしてあとケロちゃんと今回コラボの動画を出してますので、ケロちゃんのチャンネルも画面の下にあります。そちらもぜひフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。もう嫌われたな。